はい、どうも、趣ゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日もフットボールマネージャー2024ためになる動画シリーズということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど今日はフットボールマネージャーを始めてすぐの一番最初にプレイした時に陥りやすい出来事っていうことをまとめて対策を練ろうという動画をやっていきたいなと思っております。ゲームをスタートさせる画面ってなって、ある程度の設定が終わったら、この画面にたどり着くと思うんですよね。例えば今やったらヴィッセル神戸の監督として、これからキャリアを始めるぞっていう時に、一番最初に出てくるのが、この新監督就任の速報のニュースっていう感じなのね。まあ、ここから監督としての旅が始まるわけなんですけれども、いかんせんリーグ戦までたどり着けないとか、やることが多すぎて、何を省略したらいいのかわからないっていうのをよく SNS や YouTube のコメントとかで聞くことがあったので、それについてね、どこを省略してどこを省略しない方がいいのかっていうのを話していって、リーグ戦までサクサク行くコツっていうのをお伝えできたらなと思います。早速ね、次へのボタンを押していくんやけれども、まあここも読みたい人は読んだらいい。ヴィッセル神戸の歴史とかが話されてるって感じやね。で、このチームレポートとかレンタル遺跡の義務っていうのもあるんやけれども、これも後で見れるので正直今は見なくていいですね。で、この長期的なビジョンっていうのも、もちろん読んだ方がいいけれども、飛ばしても大丈夫な部分やね。これもクラブビジョンとかなんでね、一応軽く確認しておこうって感じやね。そしてようやく記者会見とか行いますかっていう画面に行くんやけど、記者会見は絶対に行ってください。これを行わないとサポーターやメディアからの反感を買う可能性がある。で、チーム評価を行う紅白戦なんやけれども、個人的に俺はなしでいいかなと思っております。で、チームのスタッフミーティング、これも毎月で、毎週とか2週間に1回やってたら全然進まなくなるんで、この設定がいいと思いますね。そして決定を押すと、一旦セーブ画面に行くんで、セーブしてあげてください。はい、セーブが完了すると受信箱の画面に来るんやけれども、まあいろいろメールが来る中で大事なのがこことここ。クラブビジョンと要望に関するミーティングと必要な戦術的指示で、一応ね、他のメールも軽く目を通すことはしといた方がいいんやけれども、この赤いマークがついているものっていうのは絶対にやらないと次の日程に進めないんですよね。で、このクラブビジョンと要望に関するミーティングはもうね、今交渉しても基本的には和らいだりしないので、現在のビジョンを承諾で諦めましょう。なので、給与予算を守る、クラブ評価を高める、これを重心的に頑張らないといけないんやなぁと、最初頭の片隅に置いとくくらいでいいと思います。で、こっちはね、これがまあ大事なので、ここだけはしっかりとやろうっていうのがあるんやけれども、戦術の作成やね。で、これに関しては戦術を作成するって押すと、戦術スタイルを選択って出てくるよね。で、その中でまあいいねのマークがついているものを選んであげるんが一番楽なんやけれども、まあプリセット、ここのコントロールポゼッション、ゲーゲンプレス、ティキタカ、バーチカルティキタカとか、これをそのまんま使うっていうのがリーグ戦まで持っていく上で簡単に続けられる部分なんじゃないかな。個人的にティキタカ好きなんで、ティキタカを押すとこのように相性のいいフォーメーションとかが出てくるので、フォーメーションを押して、まあ433、423、1523っていう選択肢があるんで、まあ433でやっとくかっていう感じで433で確定させます。このようにね、フォーメーションと選手を選択っていうのがバーっと出てくるんやけれども、これも正直そこまで考えなくていいんよね。戦術はもうこのままこのプリセットを使うっていう認識で大丈夫やし、無駄にこのポゼッションとかトランジションとか非ポゼッションとかの部分を動かそうとするとさらに時間がかかっていくので、自分が好きやなと思った戦術をそのまんま使うことをお勧めします。で、一人ずつね、ゴールキーパー誰にしようかなという感じで選手を入れていくんやけれども、これも正直わからなかったら一番上の自チームの中で強いなって言われているような選手は星が多くついているので、上から順に入れていくっていうのでもいいと思います。もちろん最初にやるクラブっていうのは自分がね、好きなクラブっていうのが多いと思うんやけれど、そういうチームやったらもうね、ある程度選手の特徴とかも知っているわけやから、全然迷う必要もなくこうやって選手をどんどん入れていくことができると思うので、個人的にはもうね、強い選手をその
のまんま使う、これが一番なんじゃないかなと思っております。でたまにこういうローミングプレイメーカーっていう謎のポジションがあったりするんやけれども、一旦押してみて、あこれ星が全然変わるなとか思ったら、星が多いところを押せばいいんじゃないかなと俺は思ってるんよね。正直役割とかタスクっていうのは考えなきゃいけない部分ではあるんやけど、最初はそこまで考える必要もないし、必要に応じてね変えるっていうのは今後もっと慣れてきた時にやればいいかなと思っているので、一番最初ゲームを始めてつまずくって思ったら、もうそのまんま選手を当てはめていくっていうので対策を取るっていうのが一番いいんじゃないかな。でこうやって交代枠も15人まで選べるんやけど、それももう上から順に右クリックしていけば埋まっていくっていうのもあるので、ある程度埋めてとりあえずベンチに置くっていうのを目標にやっていってもらえたらなと思います。で明らかにヴィッセル神戸の人数が少ないぞってなってると思うよね。今スタメンからサブまで全員入れて19人しかいない、そんなわけがないよね。なのでここ育成センターっていうところからリザーブ、そしてチームっていうのを押すと、普段やったらトップチームにいるような選手たちっていうのがリザーブの方に組み込まれてるんよね。まあこの辺が見てたらわかりやすいかな。広永亮太郎とか高橋翔平、井出春也、初瀬亮、中坂優也、坪井優也みたいな、神戸のトップチームにいるはずの選手たちがこういうリザーブチームに隠れているので、この選手たちっていうのをとりあえずトップチームに移すっていうのが目標にはなってくるかな。この時に一つずつチェックマークを押していって選手を選択してもいいんやけど、シフトでね一気に選手を選択することもできるので、それをしてから右クリックをしてこの10人をチーム、シニアチームのプランに組み込むって押すと、リザーブのチームからさっき見ていた戦術の画面のはいここの枠に選手たちが移動してくれるんよね。なので余っている残りの7枠のところに選手たちを入れていく。まあこれでようやく選手が揃ったんやけど、一応交代枠は7人なので、ここの7番目までにゴールキーパーからディフェンダー、ミッドフィルター、フォワードっていう感じで置いとくっていうのがいいんじゃないかな。まあ、正直は分からへんかったらね、ここのチーム編成のアドバイスっていうのを押したら一発でフォーメーションが埋まったりもするので、これを押してある程度チーム編成を組んでもらってから自分で変えたい選手を変えるっていうのも手の一つになると思います。するとこの対応が終わってもう一度受信箱の方に行くと更新されるので、これで日程を進めることができるようになりますね。するとまたね、ここ築地スタッフミーティングっていうのが出てきたと思います。これは一番最初に設定した毎月のスタッフミーティングを今初日なので行いましょうって言われている状態やね。これ全部ゆっくり読んでってもいいんやけど、このスタッフミーティング最初の1回目だけゆっくり読んで、それ以降は飛ばしていって大丈夫なようにすべきなんよね。なのでここまずはキャプテンの適任っていうところで、酒井豪徳がキャプテンとしていいんじゃないかって言われてるんで指名するを押したり、個別トレーニングっていう部分、この部分は全ての提案を受け入れるでもいいし、次へでそのまんまスキップさせてもいい。プレイスタイルの変更も同じやね。全ての提案を受け入れるか次へ、どちらでもいいので今回は提案を受け入れるにしてみましょう。でコーチング担当の追加、これも受け入れておきましょう。今いるコーチがどういう風な指導をしてくれるのかっていうのを報告してくれているので、提案を受け入れていくっていうのが大事やね。で集中語学コースっていう部分まで来たら一旦考えるべきなのかなと思うんやけれども、トゥーレルとフェリペ、この二人が日本語の集中語学コースを受けたいと。でトゥーレルに関しては基本的な日本語はわかるけど、このフェリペは日本語を話せない、全く。なのでフェリペは絶対に受けさせなあかんし、トゥーレルもより良い日本語コミュニケーションを取らせるために集中語学コースを受けさせるのかっていうのを判断すべき。まあ個人的には両方とも受けた方がいいんじゃないかなと思うので、全ての提案を受け入れてあげる。でここからが結構大事になってくるんやけれども、コーチングチームが欠員していますとか、パフォーマンスアナリストの定員に空きがあります、リザーブの監督がいませんなどのチームスタッフの強化っていうのを報告された時に、後々スタッフを獲得することもできるんやけれども、最初にねこういうスタッフを獲得しきっといた方がチームをより円滑に進めていける、リーグ戦までね一気に進めていけるっていうのもあるので、ここ全部ね推奨されているものは承認しておきましょう。なのでミーティング後に予定、
ミーティング後に予定、ミーティング後に予定で一気に3人を獲得して、さらにはまたスカウト移籍担当チームの欠員ということで、スポーツディレクターも紹介されているのでミーティング後に予定と、でフィジカルトレーナーも同じようにミーティング後に獲得予定、ユース育成責任者の定員は埋まっていますって出てるんやけれども、これは若手の指導力に優れているユース育成責任者がいるよって言われているので、正直どちらでもいいんやけれども、スタッフは全員ミーティング後に予定っていうのを押して最初に獲得しておけばいいんじゃないかなっていうのがあるね。まあここも医療チームの強化ということでミーティング後に予定という感じで、このスタッフミーティング一番最初の関門にはなるんやけれども、ここだけしっかりやるっていうのが必要になってくるかな。でミーティング後に予定って送っていたやつが、ここのスタッフミーティングフォローアップ活動っていうので出てくるのね。なのでこのコーチングチームの欠員、スカウト移籍担当の欠員とかの欠員の人たちをチームに加えるために契約交渉をしていきましょう。一人契約交渉をやってみるんやけれども、このクリス・ブラッドリーっていう人はこのくらいの給料でこのくらいの契約期間を求めているというのがわかるんですよね。給与っていうのは正直ケチってもいいんやけど最初わからないと思うんで、ケチりたい人はこのマイナスボタンを1回、2回、3回、4回押してみましょう。で4回押すと条件を提案っていうボタンまで行って提案すると、はい、このようにまた交渉してくるんですよね。で少し減ったので今度は2回、そして条件を提案ってやると、まあ少しね減らした状態で契約をまとめることができますと。ただこういう契約をまとめるのがめんどくさいっていう人はもう最初のコーチが言ってきた給与をそのまま払ってあげてもいいんじゃないかなっていうのがあるかな。でもやっぱりサカツクとかフットボールマネージャーとかのシミュレーションゲームっていうのはこういう契約交渉が一番面白かったり鍵になったりするので、こういう交渉術っていうのは最初から覚えておいた方がいいんじゃないかなっていうのがあるかな。なので一応ねマイナス4回押しても絶対に大丈夫っていうのだけサポートとして伝えておくので覚えておいてもらえたらなと思います。じゃあ契約をまとめておきましょう。するとこのようにチームスタッフ加入を打診しましたと出てくるので、全員同じように進めていて全員に契約を打診したよっていう画面まで持っていきましょう。そしてまた少し進行をするとセットプレイについてっていう画面が出てくるね。このセットプレイに関するチュートリアルは絶対に受けないといけないのでこれも受けましょう。で最初何を言ってるかわからないと思うよ。正直ここはスタッフの設定に全てお任せするでもいいんじゃないかなと思っております。まあ、セットプレイに個性を出したいとかセットプレイを大事に思っているっていう人がいるんやったら、まあ、1,2,3,4,5,6 ステップなので6ステップ3択っていう感じにはなっていくから、ここだけしっかりとやるっていうのもいいんじゃないかな。まあ最初の人はスタッフ設定にそのまんま従っていけばいいんじゃないかなと思っております。なので今後ニアポストエリア内を厚く、ニアポストバランス重視、インスイング、これでねもうある程度のセットプレイルーティーンを作成しておきたいと思います。でこのセットプレイ概要パネル、これが謎やと思うんやけれども、もう謎のままでいいと思う。俺もあんまりちゃんと理解してないし、ここのドアマークを押せば一瞬でねチュートリアルを受けなくて済むっていうメリットがあるんよ。でセットプレイの戦術をもうチームスタッフに任せておけば自分が考えることはないのでチームスタッフに任せておきます。こうするだけでねかなり進行度が進んでいくんじゃないかなっていうのがあるね。まあこのように一番最初は本当にやることが多いやけれども、ある程度やることやらないことっていうのを区別すれば意外と短い時間で進んでいくことができるんですよね。で進行をまた押していくと、はい、1日進んで行動規範、これもそのまま決定を押しておけば全然いいと思います。そして受信箱また進んでいくと、このようにチームダイナミクスというものが出てきます。これもチームに自己紹介をするっていう必要があるので最初やっておきたいと思います。まあ初めて神戸の監督に就任して選手と話をするっていう段階やね。この選手と話をするっていうのは真面目にやっていかないといけない部分で、やっぱり選手との関係性っていうのが大事になってくるんよね。なので選択肢を読んで選択していく必要がある。一緒に戦えること嬉しく思っています、成功に満ちた長期政権を築いてくださいと言われたので、ここからいろいろ話していくわけにはなるんやけれども、まずは J1 リーグの目標について話していこうと思います。まあ J1 リーグの目標、まあ神戸リアルな方では優勝したけれども、
正直優勝できるかどうかって言われると微妙なメディア予想順位やったので、4位以内でのフィニッシュっていうのを目標にチームとの兼ね合いを考えるべきなのよね。まあ本当にマリノスとかフロンターレやったらタイトル争いって言ったり、まあ横浜 FC とか湘南ベルマーレ、京都サンガのような残留争いをするようなチームに関してはこの残留争いっていうのを押せばいいんやけど、神戸は本当に難しくて個人的には4位以内なのかなと思ってるので4位以内を押します。するとこんな感じで、せめて現実的になる姿勢くらい見せてください、達成可能な目標だとは思えませんと言った日高選手のコメントが来たり、他の選手はね喜んでいたりと、選手によってもどんな感じでシーズンを進めていこうっていうのを迷っている状況やと思うよね。で、大半の選手が納得しているのでこれに固執するっていうのを押せばいいと思うし、全員が納得してたらそのまんまありがとうっていうね選択をすればいいと思います。そしてまたこのようにね、いろいろな選択肢が出てくると思うんやけれども、新シーズンに向けての約束っていうのは基本的にしなくて大丈夫です。なので最後に行動規範についての話をして終わりにしていきたいと思います。さあ、行動規範については基本的に先ほど押したもうそのまんまでいいよって言ってたものを設定しているので、チームとしても満足してくれているよね。なのでポジティブっていう部分の選択肢でチーム全体のミーティングの雰囲気を高めていきたいと思います。ここからね、無駄にミーティングの雰囲気を悪くするのもダメなので、今日はこれで終わりにしましょうという感じでチームミーティングを終了させますと。するとね、また進んでいけるので時を進めていきたいと思います。こういうのを繰り返していくとメディアとの記者会見っていうのが現れてくるんですよね。で、このメディアとの記者会見、これはね本当にねやらなくていいものやなと思ってるんやけれども、全くやらないとこのように報道陣が大騒ぎしてしまったり関係性が悪くなったりするので、最初の就任記者会見っていうのは絶対に出席しないといけないし、試合前の記者会見とか試合後の記者会見もできるだけ出席した方がいいっていうのが俺の中にはあるかな。ただこの記者会見、真面目に毎回取り組んでいたら本当に時間が進んでいく。なので基本的にはもうポジティブなことだけを話していけばいいかなと思ってるんですよね。負けてもポジティブ、勝ってもポジティブ、引き分けてもポジティブ、まあたまにニュートラルとかを押すんやけれども、俺はこれはね本当にさじ加減やね。記者会見に関してはもうこんな感じでパッ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 と適当に進めていくっていうのが一番いいんじゃないかなまであるよね。今もこうやってやってったけど7個くらい質問を答えたんよね。これを1個ずつ真面目に答えてたら現実の時間で1質問1分から2分かかると思うよ。だけれどもまあ7クリックで終わったよね。こういう差が今後のリーグ戦とかカップ戦が終わった後の記者会見にも生まれてくると思うし、よりね早く公式戦にたどり着く一つの秘訣になるんじゃないかなと思っております。で、これを繰り返していくことでチームがねどん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 進んでいくんやけれども、親善試合、まあ、1月16日までとりあえず進めていこうと思います。すると進めている途中の1月14日に採用ミーティングっていうのが出てきました。これは移籍市場が開幕したことによって新しい選手を獲得すべきなんじゃないかっていうようなミーティングなんやけれども、これに関しては参加してもいいし反対してもいい。まあ一応参加するっていうのを押すとこんな感じで、まあ、チームの選手層とかも教えてくれるよね。ゴールキーパーやったら4人いるよとか、センターバックはこれだけいるよとか、逆にワントップできる選手はこれだけしかいないよとか、そういうのを教えてくれるのでチームに必要な部分っていうのをある程度換算して教えてくれてるんよね。フォワードの選手層がちょっと足りないなと思うんやったらフォワードだけ確認しておこうっていう気持ちになると思う。こういうのが採用ミーティングになってくるので、今のチームに不満を抱いていたりここのポジション薄いなぁと元から思っているんやったらこの採用ミーティングっていうのは飛ばしてもいいんじゃないかなと思います。まあこの1月16日の親善試合の直前までまた進めて直前まで行きたいと思います。はい、というわけで親善試合の直前までやってきました。で、親善試合っていうのは絶対に見ないといけないものではなくて、リーグ戦とカップ戦、そこに焦点を当てるべきっていうのを考えるんやったら飛ばしてもいいと思うよね。ただ個人的には飛ばさない方がいいとも思っていて、チームがどれだけやっていけるのかとか、トップチームの親善試合に関してはやっぱり指揮を取りたいっていう人も多いと思うので、とりあえずここまでやってきたっていう感じなんやけれども、まあここからは本当に幅が広くなっていくし、
神戸の選手さらに獲得したいとか、スタッフをもっともっと取り入れていきたいとか、そういう判断が増えてくる場面にはなっていくんやけれども、必要最低限やらなきゃいけないっていうことは今お伝えしたもので終わりやと思ってるんよ。まあ全然ね、リーグ戦まで進んでいく RTA みたいな感じで動画を撮ってもいいんやけれども、それはねまた少し長い動画になっちゃうので、今回はこの親善試合の直前まで進めていって、絶対にやらなきゃいけないことと少し飛ばしていいことについて話していきました。初心者の人がね、こういう試合の直前まで行くのに大変やったっていうのを聞いていたからこそ動画にした内容やと思うので、よかったらね、今から J リーグのシーズンが終わってフットボールマネージャー始めようっていう人とかはこの動画に巡り会えてもらえたらなっていうのがあるかな。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。